はい、こんにちは、グリードです。皆さん、コントローラー好きだと思います。今日はね、こちら、ナコンレボリューション5 Pro。このコントローラーいただいたので、レビューしていきましょう。まあ僕もね、コントローラーで FPS20 年やってるので、まあ人によってコントローラーってこう、合う合わないがあると思うんですよ。で、今日のテーマとしては、このコントローラーがどんな人に合うのかっていうのをね、まあそこを主軸にして撮っていきましょうか。いざ、開封オープン！専用のケース付属、中身、コントローラー本体、あと USB ケーブルありますけど、今ちょっともう PC に挿してしまってます。これ多分無線接続の USB かな？汚れやホコリ取るための布巾もついてる。パッパ、すごい、工具みたいやな。これは、スティックですかね？スティックの軸かな？ 1、2、3、4、4個あります。それぞれ、ちょっと、スティックこの2種類ですね。なんか分厚いスティックですね、これまた。こっちは標準的な薄めのスティック。ライブマイクホーム。この銀色のちっちゃいダンベル、こちらはですね、重りらしい。本当にダンベルだ。なんか、重りを追加したいとか、軽くしたい場合はね、これをつけたり、引っこ抜いたりするらしいです。まず、表と、裏面ですね。こんな感じです。背面ボタンがついてます。もうね、こう、ざっと持った感じ、もう、まあ、僕普段黒持ち、モンハン持ちでプレイしてるんだけど、モンハン持ちの人ちょっときついかもしれないですね。まあ、やっぱりね、背面ボタンがついてるプロコンなので、その、通常持ちの人ほどメリットがあるかなと思います。で、グリップの太さは純正コントローラー PS5 とあまり変わらないと思いますね。グリップがちょっとね、なんか結構角張ってる感じがする。この辺。滑り止め加工もされてるから、ホールド感はすごくいいですね。四角三角などは比較的こうボタン大きいのかな？結構押しやすく感じる。スティックに関してはこの軸の部分が、まあ、金属というのかな？金属製なので、まあ、純正コントローラーより硬くは感じるけど、動かしてる感じは純正にかなり近いですね。この丸型の十字キーも比較的押しやすいです。R1、L1 トリガーはね、この中央が少し凹んでる感覚があって、指がフィットしやすいね。R2、L2 トリガー。こちらね、後ろで、後ろのこのボタンで、スティックの押し込み具合を変えることができます。通常時がこれで、切り替えると、まあ、手前で止まるようになるね。後ろの背面ボタンは、ここ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 で、計4種類ついてます。もうね、なんか、コントローラーにこう埋め込まれてるようなデザインになってますね。押し込むとね、こう、カチ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 って言うんですよ。あの、マウスのクリック感、あれと全く一緒ですね。まあ、こう普通に握ると、こう指が置く位置にボタンがある感じ。この銀色の部分めちゃくちゃ押しやすいな。この銀色の部分は大丈夫だと思うけど、こっちね、下の方の黒いクリックの部分、パドルの部分は、結構そう、力強くコントローラー握っちゃう人だと、多分間違えて押してしまうかもしれない。なので、まあ基本的にこっちをメインに、銀色の方で割り振った方がね、いいかもしれないですね。このスティックの交換も基本的にこれ、おお簡単に外れるから、もうあとはこれ上からカチッってはめるだけか。結構高くなりましたね。分厚ー。まあコントローラーにさ、何かこう被せ物をつける人はね、まあこれだけで十分じゃないかな。結構だいぶ高くなりましたよ。感度が高い人はね、まあスティックを高くした方が操作しやすかったりしますが、まあ基本的にこのスティックのね、バリエーションっていうの、いうのは人それぞれなので、まあ自分に合うものをね、選んでいただければと思います。デフォルトでついてたのこの凹んでるタイプで、で、もう一個この、いわゆる PS3 の頃のボコタイプだね。こっちもありますと。まあこれは好みで選択、3種類から選択できるね。はい。今ね、PC の方に接続してみました。そして、専用のね、ナコンアプリを開いてます。まあ、PS5、PS4、PC。僕 PC なので PC でいきたいと思いますね。まず、マッピング、ボタン配置ですね。まあこれは当たり前ですけど、自由にカスタマイズできます。フロントとバック。まあ特にここだね。じゃあ僕はこの左のパドル部分をジャンプボタンにしましょう。バツボタン。S2 ってやつでいいのかな？多分これをバツボタンにすると、あ、わかりましたね。バツボタン。で、左は丸ボタンにしようかな。S1 を丸に。で、これ丸バツ。で、後ろがこれでボタン変わりました。特に今回の COD ではスライディングキャンセルが復活したので、やっぱスライディングボタンとかジャンプボタンを割り振るとね、すごくいいと思います。次、スティック&方向キー。はい、これはいわゆるエイム曲線ですね。エイム曲線を自由に変えられます。左スティック、右スティック。まあこれはね、人によるしね、なかなかどれがいいとか難しいですが、なんかそう、選択肢のモデル、リニア、なんかすごいいっぱいありますねこれ。一旦これはデフォルトにしましょう。僕一旦
方向キーも4方向、8方向選べます。Y 軸反転、左右の左スティック、右スティックを反転することもできると。1番、2番も自由にカスタマイズできますね。デッドゾーンを0にしてみます。で、そう、このコントローラーね、次期ホールド効果テクノロジーっていう新しい機能によって、スティックのドリフトを排除する次期テクノロジーのおかげで、スティックとトリガーの精度と耐久性が大幅に向上ということらしい。ついにね、このスティックドリフトに対抗してきたコントローラーというわけかな。次にトリガーですね。トリガーの、左右の押し込み具合を、変更できます。まあ、フルだったらこういわゆるレーシングゲームのさ、アクセルと似たような操作感になって、ショートだったらこう、説明が書いてありますね。レスポンスの良さが欠かせない FPS ゲームに適していますと。なるべくやっぱり押してすぐ反応した方がね、FPS の場合、射撃においてすごく有効なので、FPS の場合はショートにしたりとか、ね、この辺も自由に、まあ、お好みの感度に変更できます。次、発光エフェクト。まあ、ここは、この右スティックのこの部分かな？すごい、たくさん、めちゃくちゃ色ありますね。次に、振動機能を左右でオンオフできる。プラス左右でこの振動の強弱を決められるんですね。なんかこれ、左右は面白いな。変わってますね。まあ僕は基本振動オフだけど、まあいわゆるレーシングゲームとか、まあ FPS においてもなんかキャンペーンモードとかストーリーモードで迫力を感じたい人は振動オンにすればいいと思います。最後にテストエリア、今のコントローラーを確認することができるんだけど、まあ、スティックのこの反応の具合とか、ボタン配置ね、しっかり反応してるかどうか、後ろトリガーで丸ボタン、×ボタンしっかり反応してます。トリガーも少し押しただけですぐ反応しますね。今デッドゾーン0ですけど、一切動いてないですね。スティックドリフトなし。これがあのスティックドリフトがあると、いわゆるこういう風に勝手にこう、少しだけ動いてたりするんですよ。ほら、こんな感じで。だけど今、話すと、もうそれが一切起きてない状態。このスティックドリフトをさ、排除する機能がどれほどのね、精度なのかは、やっぱり結構長く使ってみないとわからないかもしれないですが、今のところは全く動いてないです。実際にあの COD の方で使ってみた感想としては、やっぱりちょっとモンハン持ち、僕モンハン持ちでやってるけど、モンハン持ちだと少し大きいなーって感じるかな。ね、せっかく背面ボタンもあるから、これだったら正直通常持ちでやるかなっていう。後ろパドルでのスライディングに、ジャンプも問題なくスムーズにできます。ゲーム内のデッドゾーンもゼロにしてますが、全く動いてはないですね。スティックドリフトは起きてません。こういうプロコントローラーって、このスティックの軸がさ、強度を高めるために、金属製になってるんですよ。金属製になってるけど、スティックの操作感としてはかなり、まあ、純正に近いんじゃないかなと思います。スティックを倒した時のこの硬い金属感がどうしてもダメだっていう人もいるかもしれませんがね。まあ、大半の人は大丈夫だと思います。最後にこのナコンコントローラーがどんな人に合うのかっていうところですね。まあ、まず、まあ、通常持ちで、いわゆるこう、後ろの背面パドルを使いたいっていう人。で、純正の PS5 コントローラーに慣れてる人がおすすめだと思います。で、さらにこのアプリによる、いわゆるボタンマッピングとか、細かいコントローラーの設定をね、こだわりたい人。そして、スティックドリフトがどうしても許せない人ですね。本当に。デッドゾーンゼロにしても、ちょっとでも動くのが絶対嫌だっていう人は、このコントローラー、もしかしたら革命的かもしれません。最後に価格ですね。定価 38,280 円です。この価格に関しても、まあどうしても円安の影響は出てしまってるかなと思います。Amazon だと税込みで 34,800 円ぐらいなので、まあ少し安く買えますね。今回のナコンコントローラーは、そのやっぱ耐久性を売りにしてて、まあ普通のね、純正よりも、まあ2、3倍のその耐久性はあるらしいです。なので、こう1万円の純正コントローラーをね、もう使い倒してしまって、数ヶ月に1回すぐ変えてしまうっていうか、そういう方はね、むしろこう、今回のコントローラー、1個買った方が、お得だったりするかもしれませんね。はい。というわけで今日はナコンレボリューション5プロをご紹介しました。視聴者さんの中でこのコントローラーがね、合いそうだなって思った方がいれば嬉しいです。詳細概要欄に貼ってあるのでチェックよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。